北口駅前広場中山駅は、神奈川県横浜市緑区寺山町及び中山に、ある、東日本旅客鉄道、横浜市交通局の駅である。JR 東日本の横浜線と、横浜市営地下鉄のグリーンラインの2路線が乗り入れ、接続駅となっている。また、各路線ごとに、駅番号が付与されている。地下鉄、グリーンラインは当駅が起点となっている。 JR 東日本の駅は特定特市内制度における横浜市内に属している。ステーションカラーは緑。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを有する地上駅で、京上駅舎を備える。かつては、快速運転区間の東神奈川駅、橋本駅間のほぼ中間駅として上下線の、 快速退避を行うために2面4線にする計画があったが、一番線ホームの隣に駅ビルが建設されたため、中止となった。北口と南口があり、南口は小規模な駅ビル、ロンドン中山となっていたが、2013年8月29日に、ビーンズ中山へ名称変更された。改札口は、京城駅舎の中央と横浜市営地下鉄。 グリーンラインへの連絡地下通路上の2カ所である、長津田駅管理の業務委託駅、2017年6月までは直営駅だった。緑の窓口、指定席券売機設置駅、乗り場2番線ホーム2番線は上下共用の対比線であり、実際の駅構内の案内表では、方面表記が未記入となっている。この2番線は以下の通り使用される。 以前の快速退避1988年3月13日のダイヤ改正で横浜線に快速が設定された当初は日中1時間に1本の運転であった。当駅で上り下りとも各駅停車は快速の退避を行っていたが下りの各駅停車は2番線の上りホームに到着し快速に乗車する際は古線橋を経由して乗り換える必要があった。このため 快速は当初通過予定だった、鴨井駅に停車し、快速に乗り換える際は、同駅で、同一ホームで乗り換えできるようにした。1996年以降、下りの快速退避は、同一ホームで乗り換えが可能な町田駅で行うようになった。1999年以降は、上りも町田駅で快速の退避を行っていたが、2006年3月18日のダイヤ改正より、 上りの快速退避が再び一部を除き、当駅で行われるようになった。島式ホーム一面二線を有する地下駅である。出口2と改札口を結ぶ通路の中間には展示スペースが設置されている。延べ床面積7944平方メートル。平成20年度、バリアフリーユニバーサルデザイン推進功労者表彰。内閣府特命担当大臣表彰有料賞受賞。 ステーションカラーは四季の森公園と周辺の豊かな自然をイメージして緑。駅のデザインテーマは結びの広場で地域の住民や資源とグリーンライン利用者とのコミュニティの活性化を目標としている。周辺のオン、田川や四季の森公園の水と森をテーマに水の透明感はガラス素材のタイル、カエデの森の木漏れ日と日だまりは照明と 光天井によって表現されている。乗り場各年度の1日平均乗降人員は、下表の通り。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。静岡中央銀行中山支店北口には、横浜市交通局、神奈川中央交通、東急バスが運行する、路線バスが乗り入れている。2019年10月31日までは、 成田空港行きの高速バスも乗り入れていたが、同日をもって運行を終了した。南口には横浜市交通局、神奈川中央交通、総鉄バスが運行する路線バスが乗り入れている。注車区出店。ありがとうございます。